薪ストーブの二次燃焼ユニット。前回の動画では構造を説明して、多少理論的にも考えたりしまして、実際に部品を作るところまでは終わりました。今回はその後編ということで、塗装組み立ての様子と完成後の試運転の様子をね、ご覧いただきたいと思います。まずは本体のペール管の部分の塗装です。シリコンオフという、これは溶剤ですよね。これを使ってまずは油分を落としておきます。耐熱塗料をスプレーで塗ります。これは自動車用の耐熱塗料で、マフラーなんかに塗るやつですね。耐熱温度は600度なんで、多分ね大丈夫だと思うんですよね。この側面が丸いものをスプレーで塗るって結構難しいですね。何か回転する台をね、先に作っておけばよかったかもしれませんけどもね。それがないので自分が回りながら塗らないといけません。ファクトリー9、塗装はまあまあね、綺麗に塗ることができました。それでは組み立てます。まずはこの二次燃焼用の空気を取り入れる水道管をね、煙突の方にうまく固定しないといけません。針金で固定したいと思います。針金を水道管に4本巻きつけておきます。水道管を煙突の中に通して、ペール管から出る部分もつないでおきます。水道管が煙突を貫通する部分がね、ちょっと隙間が大きいんで、耐熱パテを塗っておきます。これも自動車用ですね。マフラーの穴を塞ぐとかね、そういう用途に使うものです。耐熱温度は700度ということですね。パテが固まらないうちにペール管と接続します。ペール管の開けた穴に通すときにね、動かしながら通していくんでね、パテが固まっちゃうと通らないんですよね。これでまあ大体ね、大体ですけども、中心に入れることができました。水道管に取り付けた針金を煙突の穴に通して、水道管の位置が真ん中になるようにね、針金を縛っておきます。ファクトリー9、煙突とペール管はホースバンドで固定します。二次燃焼用の空気の取り入れ口もホースバンドで固定します。排気の出口も同じですね。これもホースバンドで固定します。このホースバンドはね、結構しっかり固定できるんでね、多分ここから煙が漏れるとかね、そういうことはないと思いますね。あとは設置してから、このね、上のペール管をかぶせて、このペール管の持ち手の部分をね、利用してこういうフックを作ったんでね、最終的にはこうやって針金でね、縛ります。まあこんな感じで完成ですね。ファクトリー9、部屋の中に設置する前に、まずは一度屋外で試運転してみたいと思います。耐熱塗料が焼けるときに煙も出ますしね。ペール管をかぶせてしまうと二次燃焼が起きているかどうかは見えませんからね。
二次燃焼が起きているかどうか一度見てみたいんですよね。薪ストーブの中に耐火レンガを設置します。この耐火レンガは去年から入れて使ってるんですが、これを入れるようになって薪ストーブの底の鉄板がね、歪まなくなりましたね。最終的にはこのペール缶をかぶせて使うんですが、二次燃焼が起きているかどうか見たいんでね、一旦ペール缶を外した状態で着火してみたいと思います。まあね、これだとね、この一次燃焼後のガスが冷めちゃうんで、二次燃焼が起きるとは思えないんですけどもね。まあとりあえずやってみます。吸い込みが弱いんで、短い煙突を1本乗せました。火力がいまいちなんでね、細い薪を入れて火力を上げます。まあまあ火が強くなってきて、煙もね、ほとんど透明になったので、二次燃焼用の空気の入り口を開けてみます。継ぎ足した煙突を外して中がどうなっているか見てみようと思います。暑いんでね、脚立に乗ってズームレンズで撮っていますが、二次燃焼が起きているとは思えないですね。煙突を外したら煙も白くなってきました。もう一度煙突を長くして、この煙突の上から覗いてみようと思います。やっぱり二次燃焼は起きてないですね。薪は調子よく燃えてるんで、二次燃焼用の空気が吸い込まれてるかどうか見てみます。おがくずを落としてるんですが、これは吸い込まれないですね。二次燃焼どころか水道管内の煙突効果さえ発生していないようです。ファクトリー9、火力はこれで十分だと思うんでね、一旦上のペール缶をかぶせてみようと思います。だんだん煙が白くなってきました。不完全燃焼ですね。二次燃焼ユニット内の煙突だけではやっぱり上昇気流は弱すぎますね。この先に煙突をつけてみます。なんとタイミングよく、ちょうどアマゾンで注文していたものが届きました。この温度計なんですよね。これで温度がどうなっているか、いろんなところをね、測ってみようと思います。煙も透明になって燃焼状態はいいようですね。薪ストーブ本体の一番熱いところが322度です。二次燃焼ユニットの天板が173度ですね。二次燃焼ユニットの側面の一番熱いところが121度です。二次燃焼ユニットの側面の一番温度が低いところが92度です。二次燃焼ユニットを出たすぐの煙突の温度が56度です。煙突が立ち上がって1メートルぐらいのところ、
ここの温度が35度ですね。薪ストーブ本体の温度が322度で、二次燃焼ユニットの天板が173度ですからね。ちょっと温度差がありすぎるような気がします。二次燃焼が起きていれば、二次燃焼ユニットの天板の方がもしかしたら薪ストーブ本体よりも熱くなる可能性もありますからね。これは二次燃焼は間違いなく起きていません。それからちょっと心配なのは、煙突の出口が56度しかないんですよね。ペール管からかなりの熱を放出してるってことなので、部屋の中はね温まるとは思うんですが、これで煙突効果が十分得られるかどうか、実際に部屋の中に設置した時にどうなるかね。多分焚き付けの時は吸い込みが弱いでしょうから、煙が部屋の中に逆流するってこともね十分考えられます。試運転はしてみたものの、あまりいい結果は得られず逆に心配になるというね。せっかく作った二次燃焼ユニットですけどもね、結局部屋に設置して長い煙突をつないでみないとね、どういう状態になるかわからないですね。ファクトリー9、この後もですね、二次燃焼が何とか起こせないか、薪をたくさんくべて高温にしてですね、これ今薪ストーブをまたぐように脚立を置きました。脚立の上にスマホを置いてズームにしておいてですね、ペール管を取った瞬間を撮影しようと。二次燃焼が起きていれば一瞬だけでもね撮影できるかなと思ったんですね。もしかしたら熱でスマホがダメになるかもしれません。一か八かですね。ではペール管を取ります。やっぱり二次燃焼は起きてなかったですね。ファクトリー9、この煙突の長さがね、古民家で使ってる煙突とはだいぶ短いんで、煙突効果が小さかったんだろうとは思うんですが、これがね煙突が長くなればうまくいくのかどうなのか。二次燃焼が起きなくてもペール管の側面から熱は取り出せそうなんですが、それによって温度が下がりすぎてこれまで以上にすすが多く発生すると、そんなこともね考えられますからね。まあいずれにしてもね、家の中で使ってみないことにはちょっとどうなるかわからないですね。もう少し寒くなって家の中に設置する様子もねまた動画にしようと思ってるんで、その時にね火をつけてみて薪の燃え方や空気の吸い込みの様子をねご覧いただこうかなと思っています。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。メンバーシップもよろしくお願いします。